いやー、しや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 し。みなさん、こんにちは。ななちゃんと、ななごろうでーす。先日、農協から引き取ってきた、この、綺麗な、トマトの苗、植えていきますよ。現場監督のナーナちゃんだわーん。植える前に、景気づけ、パッパンナパン、パッパンナパン、トマト、トマト、植えちゃうぞー。この機械、ホーラーって言います。マルチをですね、穴を開けるとき、それと苗と苗の間隔を測りやすくなるような機械です。今回は苗の間は45センチに設定しました。ズボッと入れてパカッと開くと穴が開きます。その穴の中に苗を入れていきます。現場監督ナナちゃん、こんな感じでよろしいですか？かな。苗の根っこを見てみましょう。力強い根っこが見えました。これは元気に育ってくれる予感がします。ちょうどいい感じに土をかぶせて、これで完了です。撮影しながら行っているので、うまく土がかぶさっておりません。そんなこんなでトマトの苗をこんな感じで植えました。どんどん育ってほしいです。ナナちゃん、現場監督ナナちゃん、こんな感じで、あ、現場監督ナナちゃんは草を食べてます。暑いので中に入りたいわ。これから定期ですけれども、トマトの成長っぷりを動画でアップロードしていきます。よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。いやー、しや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 し。